こんにちは。皆さん、今回はレイ・カーツワイルという驚異的な発明家に焦点を当てた特別なエピソードをお届けします。彼の生涯、業績、そして私たちの未来に与える影響について深掘りしていきましょう。レイ・カーツワイルは、発明家、思想家、そして未来学者として広く知られています。彼のビジョンは、常に人類の未来とテクノロジーの可能性を模索するものでした。でも、彼はどのような経歴を持っているのでしょうか？カーツワイルは、若い頃から類まれなる才能を発揮し、高校時代には初めてのプログラムを作成。その後、MIT で学び、早くから独自の道を歩み始めました。彼のキャリアは、ただの技術者や発明家にとどまらず、思想家としても多大な影響を与えています。カーツワイルのキャリアは、その革新性によって特徴づけられます。彼の発明には、音声認識技術やスキャン読み取り機器などがあり、これらは当時の技術界において大きな波を起こしました。これらの発明は、単なる技術革新に止まらず、私たちの生活や作業方法に深い影響を与えています。特に音声認識技術は、スマートフォンやデジタルアシスタントに広く使用され、現代のコミュニケーションを根本的に変えました。また、スキャン読み取り機器は、視覚障害者の読書や情報アクセスに革命をもたらし、教育やアクセシビリティの分野で重要な役割を果たしています。レイ・カーツワイルは、単に発明をするだけでなく、それらを通して人間の可能性を広げることに貢献しました。彼のビジョンは、技術と人間の関係を再定義し、私たちの未来に対する考え方を変えるものでした。彼の影響力は、発明だけに止まらず、シンギュラリティ理論や未来予測など、様々な分野に及んでいます。これらの業績により、カーツワイルは現代の最も影響力のある思想家の一人とされています。さて、レイ・カーツワイルの著名な発明の中で、特に注目すべきは音声認識技術です。この技術は、今日の私たちの生活に欠かせないものとなっていますが、その開発のいきさつや重要性について、詳しく見ていきましょう。音声認識技術の開発は、1970年代に遡ります。カーツワイルは、人間の声をテキストに変換するシステムの開発に着手しました。この技術の最も重要な点は、コンピュータと人間のコミュニケーションの枠組みを一新したことです。音声認識により、コンピュータは文字入力に頼らずに、直接的な音声コミュニケーションが可能となりました。これは、特に障害を持つ人々やコンピュータ操作に不慣れな人々にとって、大きな恩恵をもたらしました。初期の音声認識システムは限られた語彙と機能しか持ちませんでしたが、時間の経過とともに、この技術は劇的に進化しました。今日では、音声認識技術は高度な人工知能と組み合わせられ、複雑なコンテキストやニュアンスまで理解することが可能です。スマートフォンやデジタルアシスタントで広く使われるようになり、私たちの日常生活に深く根ざしています。音声認識技術の最大の影響は、コミュニケーションの方法を根本的に変えたことです。手を使わずにメッセージを送ったり、情報を検索したりすることができるようになりました。また、ビジネス、医療、教育など、多岐にわたる分野でこの技術が活用されています。特に、障害を持つ人々にとっては、生活を大きく変える技術となっています。カーツワイルの音声認識技術は、単に新しい機能を提供するだけでなく、私たちの生活様式、働き方、学び方に革命をもたらしました。この発明は、私たちがテクノロジーとどのように対話するかを変え、未来のコミュニケーション技術の基礎を築きました。次に、カーツワイルのもう一つの重要な発明、スキャン読み取り機器について詳しく見ていきましょう。レイ・カーツワイルはただの発明家ではありません。彼は、技術が人間の生活をどのように変えることができるかを常に考え、そのビジョンを実現させてきました。特に、スキャン読み取り機器は彼の革新的な業績の中でも際立ったものです。カーツワイルが開発したスキャン読み取り機器は、視覚障害者向けのテキスト読み上げシステムとして画期的でした。
この機器は印刷されたテキストをスキャンし、合成音声で読み上げることができました。この発明は、視覚障害を持つ人々が独立して書籍や文章を読むことを可能にし、その後の特許技術としても大きな影響を与えました。この発明は、視覚障害者の生活に革命をもたらしました。従来、視覚障害者が情報にアクセスする手段は非常に限られていましたが、このスキャン読み取り機器によって、彼らは自分で書籍や文章を読むことが可能になりました。これは、彼らの教育、職業、日常生活において、自立と平等なアクセスを大きく前進させるものでした。カーツワイルのこの発明は、教育とアクセシビリティの分野においても大きな影響を与えました。この技術により、障害を持つ学生は、一般の教科書や資料を利用することができるようになり、教育の機会均等が大きく進展しました。また、情報アクセスの平等性の向上は、障害者の社会参加と就労機会の拡大にも寄与しました。レイ・カーツワイルのこの発明は、単に新しい技術を提供しただけでなく、社会における平等とアクセシビリティの重要なステップを踏み出したのです。この革新的な業績は、私たちがテクノロジーをどのように利用し、社会全体で包摂的なアプローチを取るかについて、重要な教訓を与えています。次に、カーツワイルが音楽と技術を融合させたカーツワイルミュージックシステムズについて詳しく見ていきましょう。レイ・カーツワイルは、音楽制作技術の分野でも革新的な貢献をしました。彼は、音楽と技術の融合を目指し、カーツワイルミュージックシステムズを設立しました。この会社は、高品質な電子楽器の開発に特化しています。その最大の特徴は、リアルな楽器の音を再現するための先進的なサンプリング技術にあります。これにより、音楽制作はより幅広い表現力を持つことができるようになりました。カーツワイルミュージックシステムズの楽器は、その卓越した音質と表現力で、音楽業界に大きな影響を与えました。特に、ピアノやキーボードのサンプリング技術は、演奏者によりリアルで深みのある音楽体験を提供します。これらの楽器は、世界中のスタジオやライブパフォーマンスで広く使用されており、音楽制作の方法を変えたと言えるでしょう。カーツワイル自身が音楽に深い愛情を持っていたことは、彼の楽器開発への情熱からも明らかです。彼は、音楽が人々の感情や創造性に影響を与える力を重要視しており、その思想は彼の楽器にも反映されています。カーツワイルの楽器は単なる技術製品ではなく、音楽と感情をつなぐ架け橋として設計されています。彼のこの情熱は、音楽制作の可能性を広げることに大きく寄与しました。彼の開発した楽器は、音楽業界に新たな風を吹き込み、多くのアーティストや音楽愛好家に影響を与え続けています。カーツワイルの音楽への深い情熱は、今後も多くの創造的な作品を生み出す原動力となるでしょう。レイ・カーツワイルは、人工知能 AI の分野においても深い足跡を残しています。彼は、人工知能が人間の能力を拡張し、日常生活やビジネス、科学研究において革命的な変化をもたらすというビジョンを持っていました。カーツワイルは、機械学習や自然言語処理といった AI の基本技術の発展に寄与し、これらの技術が現代社会の様々な分野で活用される基盤を築きました。カーツワイルは、特に技術的特異点シンギュラリティという概念で知られています。この理論は、AI とその他の技術がある臨界点に達し、人間の知性を超越する速度で進化する未来を予測しています。彼は、このシンギュラリティが21世紀中に到来すると予想し、それが人類の生活や社会構造に大きな変化をもたらすと主張しています。この理論は、未来技術の発展に関する議論に大きな影響を与えています。カーツワイルの提唱するシンギュラリティ理論は、未来の技術開発において重要な指針を提供しています。例えば、医療、交通、教育など、人工知能が応用される分野は日々拡大しており、
これらの分野における革新的な進展は、カーツワイルの予測が現実のものとなりつつあることを示しています。また、AI の倫理的、社会的な側面に関する議論も、彼の思想に触発されています。カーツワイルの AI とシンギュラリティに関する考え方は、技術の未来を見据える上で非常に重要なものです。彼のビジョンは、現代技術の発展を理解し、未来に向けて前進するための羅針盤のような役割を果たしています。そして、これらの考え方は、我々がこれから直面するであろう未来の技術的挑戦に対する理解を深めるのに役立つことでしょう。レイ・カーツワイルの発明は、現代社会に計り知れない影響を与えています。音声認識技術、スキャン読み取り機器、音楽制作技術など、彼の革新的な発明は、私たちの生活や働き方、さらには芸術の創造にまで及んでいます。これらの発明は、障害を持つ人々の生活を改善し、情報へのアクセスを容易にするなど、社会全体の福祉を向上させる効果をもたらしました。カーツワイルの思想は、現代社会においても非常に重要です。特に、人工知能と技術的特異点に関する彼の理論は、私たちが技術の進歩をどのように理解し、活用するかに大きな影響を与えています。彼の提唱する未来観は、技術の発展を人類の福祉のために使うことの重要性を教えてくれます。